ハーマン・ゴールドスタイン・ハーマン・ハイネ・ゴールドスタインは、アメリカ合衆国の数学者、計算機科学者である。プリンストン高等研究所で、イアスマシンのプロジェクトを指揮し、初の電子デジタルコンピュータであるエニアックの開発を支援した。その後、IBM に転職し、IBM で最も権威のある技術職である IBM フェローとして同社に長く勤めた。 ハーマン・ハイネ・ゴールド・スタインは、1913年に、シカゴで、ユダヤ人の両親のもとに生まれた。シカゴ大学に入学し、1933年に、数学の学位、1934年に修士号、1936年に、博士号を取得した。その後3年間、ギルバート・エームズ・ブリスの研究助手を務めた。ブリスは法外弾道学の数学的理論に関する、 権威であった1939年にミシガン大学で教職に就いたが、アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦したため、アメリカ陸軍に入隊した。1941年にエニアックのプログラマであり、エニアックの取扱説明書を書いたアデル・カッツと結婚した。アデルとの間に二人の子供を設け、1964年にアデルは亡くなった。 その2年後、エレン・ワートソンと結婚した。退職後、ゴールドスタインは1985年から1997年までフィラデルフィアのアメリカ哲学協会の事務局長に就任した。ゴールドスタインは2004年6月16日にペンシルベニア州ブリンマーの自宅でパーキンソン病による長い闘病生活の末に亡くなった。彼の死は IBM のトーマス・ J ・ワトソン研究所によって発表され、博士研究員フェローシップ制度にゴールドスタインの名前が付けられた。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦したため、ゴールドスタインは1942年7月にミシガン大学を去り、陸軍に入隊した。彼は医官に任命され、メリーランド州アバディーン性能試験場の弾道研究所で社標を 計算する、平器数学者として勤務した。車票は、数マイルの射程を持つ大砲の適切な行革と、方位角を求めるために使用された。車票の計算は、機械式卓上計算機を操作する、約100人の女性計算手によって行われた。一つの砲弾の軌道を計算するには、約750の計算が必要で、少なくとも7時間は計算手が作業を行う、必要があった。 作業の効率を上げるために、ブラジルレアルは、ペンシルベニア大学電気工学部の計算施設を併積に入れた。ゴールドスタインはブラジルレアルと大学の連絡窓口となった。エニアック・ムーアスクールの機械式微分解析器を調整しながら、技術者のジョセフ・チャプラインは、ゴールドスタインに、ジョン・モークリーの元を訪問することを提案した。モークリーは、ムーアスクールの物理学の教員で、 真空管を使用した電子計算機により計算を何千倍も高速化できることを提案するメモを配布していた。モークリーは提案書を書き、1943年6月にモークリーとゴールドスタインはこのプロジェクトのために陸軍から資金を確保した。エニアックは30ヶ月で20万人次をかけて建設された。エニアックは巨大で大きさが3 60フィートもあり、 18000本の真空管を使用し30トンの重量があった。この装置は20個の数字しか保存できず、プログラムに数日かかった。エニアックは、第二次世界大戦の終戦後の1945年、後半に完成した。エドバックエニアックが戦争の遂行に貢献しなかったことには失望したにもかかわらず、電子コンピュータの開発に対する陸軍の関心は、 依然として強かった。エニアックの完成前に陸軍とムーアスクールはエドバックと呼ばれる後継機を建設する契約を行った。ゴールドスタイン、モークリー、プレスパーエッカーとアーサーバークスはエニアックの欠陥を修正することを期待して新しいマシンの開発を研究し始めた。ハーマン・ゴールドスタイン、プリンストン高等研究所にて、 ジョン・フォン・ノイマンとの出会い1944年の夏、ゴールドスタインはメリーランド州アバディーンの鉄道駅のプラットフォームで著名な数学者、ジョン・フォン・ノイマンと出会い、ペンシルベニア大学での彼のプロジェクトについて説明した。ゴールドスタインは知らなかったが、ノイマンはその頃、初の原子爆弾の製造を目指していたマンハッタン計画に取り組んでいた。 このプロジェクトに必要な計算も困難なものだった。第一走行ゴールドスタインとの会話の結果、ノイマンは研究グループに加わり、エドバックに関する報告書の第一走行というメモを書いた。ノイマンはこれは研究グループ内のメモのつもりだったが、メモを受け取ったゴールドスタインはこれをタイプして101ページの文書とし、著者としてノイマンの名前だけを書いた。 1946年6月25日、ゴールドスタインは、エドバックプロジェクトに密接に関係する人24人に文書の写しを送った。その後数週間で、報告書の当社版コピーが大量に、米英の計算機科学者の間に広まった。不完全ではあるが、この報告書は非常に好評で、電子デジタルコンピューターを構築するための青写真となった。 ノイマンがアメリカにおける主要な数学者として著名だったため、エドバックアーキテクチャは、ノイマン型アーキテクチャとして知られるようになった。プラニングコーディング・オブ・プログレムズ・フォーア・エレクトロニック、コンピューティング・インストルメントのフローチャート、第一走行の重要なアイデアの一つは、機械式スイッチとパッチケーブルの配線でプログラムするのではなく、コンピュータの電子メモリにプログラムを保存することだった。 この報告書に記載されたアイデアは、ノイマンがグループに参加する以前に、エドバック研究グループで議論されていたものである。エニアックの実際の発明者、設計者であるエッカートとモークリーが共調者として挙げられなかったことは、終戦後の研究グループの解散につながった。エッカートとモークリーは、エッカート・モークリーコンピュータを設立した。同社は現在ユニシスの一部として存続している。 ノイマン、ゴールドスタイン、バークスは、プリンストン高等研究所に入り研究生活を続けた。1946年の夏、彼ら全員が再会し、後にムーアスクールレクチャーとして知られるようになる、世界初のコンピュータの集中講義を行った。メモなしで行われたゴールドスタインの講義は、デジタルコンピュータのプログラムに役立つ。 数値数学的な方法について深く厳密にカバーしていた。第二次世界大戦後、ゴールドスタインはノイマン、バークスと共にプリンストン高等研究所に加わり、そこでイアスマシンと呼ばれるコンピュータを構築した。ゴールドスタインはプロジェクトのアシスタントディレクターに任命され、1954年以降はディレクターになった。イアスマシンは IBM のコンサルタントだったノイマンを通じて、IBM の初期のコンピュータの設計に影響を与えた。ノイマンが1957年に亡くなると、イアスプロジェクトは終了した。ゴールドスタインは、ニューヨーク州ヨークタウンハイツにある IBM のワトソン、研究所数理科学部の設立ディレクターになった。IBM でのゴールドスタインの重要な役割の一つは、 IBM の研究者と学会との関係を促進することだった。1969年、彼は IBM で最も名誉ある技術職である IBM フェローとなり、研究部長のコンサルタントに任命された。ゴールドスタインはフェローとしてコンピューティングと数理科学の歴史に興味を持った。彼はこのトピックについて、ザコンピューターフロムパスカルツーフォンノイマン o r n r of numerical analysis from the 16th through the 19th century, history of the Kalki Alas, of variations from the 17th through the 19th century の3冊の本を書いた。The Computer from Pascal 2本ノイマンというタイトルが示すように、ゴールドスタインはノイマンが現代のコンピューティング理論の発展に重要な役割を果たしたことにほとんど疑問を残していない。 ハーマン・ H. ゴールド・スタイン、リメンブランス・オブ・シングス・パスト・フロム、A History of s c i e ィ t i f i c c o m p u t i n ベンジャミン・フランクリン、メダルフォーディスティングイッシュとアチーブメントインザ・サイエンシズ、リシピオンズ、アメリカン・フィロソフィカル・ソサエティ、2011年11月27日、閲覧、ありがとうございます。